東のツイッター流れてきた偽物っぽいけど本物なんかなこれすげえ偽物っぽいけどまあでもなんかこの雑さが本物っぽいところは若干あるな実際どうなんこれあれ本物なんだ周辺者が認めた <laughs> そうなんだそうだよねやっぱこのなんか ID が初期 ID なのが逆に本物っぽいなって思った <laughs> とりあえずあと4話おいその前に言うことあるんだろうもっと他にとりあえずあと4話じゃねえんだわ他に言うこと1000個ぐらいあるんだろう なんだよとりあえずあと4話。こんぐらいだよ。やっぱ、東芳さんぐらいですよ。あの、そのリス、リスペクトを持ちつつも、で、やっぱりどうしてもこう、リスペクトにかけた発言をちょっとしてしまう対象になってしまうのは、ちょっと期待値の表れで、どうしても、ちょっとこう、超えてしまうラインを。まず何のゲームをしていたか、ゲームをしていたのか、腰が痛かったのか、アイドルの追っかけをしていたいのか、どれが本当でまずどれが嘘なのかは、ちょっとはっきりしていただきたい。まず。 まあでもそうか、期間的には、MMO とアイドルの追っかけの両立って、まあどっちかが、まあなーなーじゃないと成り立たないと思ってたけど、期間的に全てを投資でやってるっていう可能性はあるな。アイドルの追っかけやった後、腰やった後に MMO やって、<laughs> MMO やった後にアイドルの追っかけをやるくらいの期間はあったな。俺だってまだ、 おい、もう、トカシ2年書いてないらしいぞ。って言ってたのが俺、モンハンワールドしながらその話したの覚えてるもん。ビチビチの地位しながらその話してたよ、俺。休憩中にパチンコで遭遇した人がサイン書いてもらった <laughs> まあまあ、パチンコはいいか。しゃあないか。パチンコぐらいはいいか。いや、全然行っちゃダメじゃないでしょパチンコぐらいが行っちゃいいんだよ、やっぱ。ちょっとした。 息抜きみたいな感じじゃん。MMO とかもう本当漫画家に一番やってほしくないことなんだから。パチンコなんてどんなに頑張ったって10時から23時までしか空いてないわけですよ。MMO は24時間できるからね。金持ちがパチンコやって楽しいかっつったって、だって別に俺たちがゲームやったりしてる感覚と一緒なんじゃないか唐菓さんぐらい金あっても。別に金が返ってくるとかじゃなくて、普通に1000円を入れて、普通にパチンコの演出を楽しんでる。 まそれこそ別に俺たちが漫画を読んだりアニメを見たりしてる。ただ楽しんでる。で、1日に10万20万別に亡くなったところで、亡くなったことにすら多分気づかないレベルで金あるから。多分本当に戸橋さんぐらいになったら口座から5000万ぐらい亡くなってても気づかないんじゃないのなんかで引かれたんやろうな。なんか税金かな気づいたとしてもそんぐらいで済ませれそう。まあええか。奥さんだってセーラームーンでしょむちゃくちゃだよ。20代下ぐらいまで、 遊んで暮らせんじゃないか。実際、ハンター×ハンターとかそういうセーラームーン的なものを残すとさ、もう本当に何もしなくても、永遠に何かが行われてる状態だと思うから、その、グッズ作りたいとかさ。で、もう漫画もあるわけだし、も、もう元々のね、元もあるし、なんかちょっと、これやりたい、あれやりたい、っつって。あ、いいよ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 、いいよっつってたらもう、無限よ。湯水のごとく。そう考えると、こだわりとかはあるんだろうな。パチンコとか出ねえもんな。少年死刑ってパチンコスロットあるっけ 青年誌じゃなくて。まあ、北斗の件はちょっと、まあ、少年誌なのかっていうところに、やや疑問が残るから、ま、置いとこう。あ,あ、まあ、セイントセイヤとか。まあ、でもやっぱ昔のやつだな。そう考えたら。大体。割と最近のは少ないか。あ、犬屋社とかがじゃあ、そう考えたら新しいか。ジャンプ系そう考えたら少ないな。そう考えると、まあ、やっぱこだわりなんか。個人の。個人のっていうか、ま、それがどこのこだわりなのかわかんないけど。 いや、ちょっとね、この間、それこそ番長ゼロパー打って、ああ、ちょっと、あ、まだ、さっさん出とるな、ちょっと時間潰すかっていう時に、もう、高須クリニックのパッショング打ったけど、くそもろかったな。SNS で、高須委員長を炎上させろチャンス、リーチみたいな、もう、ガチで意味わからん演出ある。 なんだけど、なんか、本当いきなりアラブの石油王みたいなの出てきて、なんか妻があのドクター高須のところで整形しようとしているらしいんだ。それを止めるために、つって、高須委員長の <laughs> SNS を炎上させろ、つってリーチになって。配信者にパチか需要なさすぎる。<music> 映画もそんなに見ないんだけどまあたまに見るよ別に嫌いなわけじゃないけどあでもアニメ映画とかは見ないよ俺そんなにあうんまあまあアニメ映画ってほらボリュームがちょっと少ないじゃないですかやっぱりまあ確かになんかそのギュッとやっぱ詰め込まれていやまあアニメはもう見なくはなっちゃったけど<え> ちゃんと12はなんなら24は5はあ,、ね、あったほうが俺はいいと五等分の花嫁っていう映画が出たんあーいやー俺漫画は見たけど見ねえなー漫画は見たんすね漫画は見たよ俺でも誰推しとか言ってもいないんですよね多分シャカさんはいや俺はえ誰推しあやべえ忘れたえーっとね5は嫌いで4も嫌いで嫌い嫌い一1 2かなあれ違う<ー>13かあれちょっと待って、うん ミクあれあの、ヘッドホン誰だっけそれはミクですね。ああ、じゃあ1と3かなあ,<れ>あ、じゃあ二のも<ノ>後半好きだった。うん、ああ、こ <laughs> こそうかそっか。いやいや、喧嘩は始まらないでしょだって。女の趣味は違う方が仲良くなれるよ。<laughs> まあ確かにそれはそう。かぶってない方が僕的にもありがたい。うん、そう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 。シャさんとは比べられたくないよ。ま <laughs> あ <laughs> でも確かに、なんか、イチカとか好きそうだなと思いますわ。あまあまあイチカ好きだね。 まあ、リアルにみたいな妄想はちょっとキモいかもしれないけどって考えたら多分俺は一かだと、うん、そのアニメ的な好き嫌いじゃなかったらそうですよね、うん、なんか解釈一致なんかそこは嬉しい、うん、なんかあれっすね子供がゲームやりたいんだけどみたいになったらどうしますまあまあや,り,やありゃいいんじゃない頑張れよみたいな感じですか まあまあまあもうやりたいことはやったらいいと思うよ俺はなんかスナイパーを教えてあげるみたいなのはないですかまあないなあ <laughs> そういうのはないですねまあまあいやっておん自分から進んでってことはないだろうねああどうしてもおなんなくなってみたいになってちょっとアドバイス頂上だよって言われたらまあ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 ま暇だってまあ配信外だったら配信外だったらその配信は見たくはあるよ大人になっても いやいやいやまあ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 やりたいことやりまいまあまあまでもうまあ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 まりますねあままあまあっすねまあ今日勝ちますな今日は勝っまますねあま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 まあ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 

まあ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 全然もしもし本当に検証が必要だよってなったら、うん、まあ一応それは責任持って確かめに行くっす一応、うん、まあでも俺ツイッターしか見てないから知らないんだよな、まあ、まあ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 なんかかわいそうではあるっすよなん,かなんか配信もしてみたいな<ー>それ配信なんてしていたらプレイまとめにできないじゃないですか割とあ<ー>初めての配信ってまあ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 ただ どう結果はどうかどうかわかんないですけど、結局は言いいえ,いいえ次第じゃないですかああ、そうなんだ。だと思うんですけどね。まあ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 。まあ感覚で話すのって危ないからな。そうですね、うん。その白か黒かっていう話で、<laughs> で,で言ったらね。そう,そうそうそう。だからどっちに、ど,どっちかっていうのは明言できないですからね。僕らじゃあ結局はわかんないですから。もう <laughs>、まあ、じゃあまたゴールドマンやりましょう。ちょっとシャカさん。はいはいはい。ぜひ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 。<laughs>